はい、どうも。今回はアンダーアーマーのスパイクを紹介したいと思います。アンダーアーマーのフリーディー 2KJHG 26.5センチですね。フリーディー2は日本のグランド環境とか日本人の足型に合わせて開発された日本人向けのアンダーアーマースパイクです。販売も日本国内だけですね。日本の代理店のドームが開発して日本のみで販売されています。フリーディー2のアッパーの素材は前足部はカンガルーレザーで、中足部は人工皮革で、このヒール部の青い部分がエナメル質の人工皮革ですね。で、かかとにアンダーアーマーのロゴがデザインされています。アッパー前足部のカンガルーは柔らかめで、前作よりもちょっと薄くなってますね。前作は結構厚みがあったんですけど、今回割と薄くなっていて、フィット性向上が図られています。で、アッパー前足部には ラバーコーティングが採用されていて、この部分は剥がれに対する耐久性を高めていますね。で、このインフロントエリアのラバーコーティングはボールに対するグリップ性向上が図られていて、インフロントキックなどの時にボールに対するグリップ性を上げて、しっかりとボールを捉えやすくすることが可能となっています。アッパー中足部は人工皮革で、独特のデザインが採用されています。インサイドには独自コントロールパッド搭載です。これはフリーディー2で新たに採用されたコントロールパッドとなっています。素材自体は人工皮革です。このコントロールパッドを搭載することによって、インサイドでのボールコントロール性向上が追求されていて、インサイドパスやインサイドトラップの時に効果を発揮する設計となっています。インサイドの高速部にもエナメル質の人工皮革が採用されています。アンダーアーマーのロゴが入っています。ラスト設計については、前足部の靴幅は広めですね。2E か 3E 程度です。中足部も割と広めですね。甲の高さもやや高め。やや幅広、甲高めのこの日本人の足型に合わせて設計されているのが特徴です。終端はショートターン採用です。終端の素材にはエナメル質の人工皮革が採用されています。この部分の素材と一緒ですね。で、終端部の根元はメッシュ素材で、軽量化と通気性向上が図られていて、終端上部に
エナメル質の人工皮革という設計です。ヒール部分の外側には外付けのヒールカウンターは搭載されていませんが、このエナメル質の人工皮革と内部のヒールカップによってある程度の硬さは備えられています。結構硬めですね。でもヒール部分の内側のこの素材が起毛調のスウェードなんで、かかとへのフィット性は割と柔らかですね。中底は フルレングスの長さで、合成樹脂のシンプルな中底が採用されています。インソールは 4D フォームインソール、アンダーアーマー独自のインソールです。アンダーアーマーのランニングシューズなどにも採用されています。立体設計でアーチのフィット性も追求されていますね。で、4D フォームインソールはインソールのこの黄色の表面の素材にこう自在に変化する柔軟性に富んだ 4D フォーム素材が採用されていて、アンチスリップ効果の高いグリップパターンも採用されています、前面に。で、このインソールの裏面ですね、オレンジ色の部分にマイクロ G 素材という素材が採用されていて、このマイクロ G は高反発で低重心、そして軽量性を兼ね備えた素材です。この2層構造によって独自のクッション性と安定性が生み出されていて、 4D フォームならではの安定した履き心地を演出します。このインソールは個人的にも結構気に入っています。アンチスリップ効果も高いですね。はい、でアウトソールは HG ソールで、土グラウンド向け の、 このハードグラウンド仕様の HG ソールです。ソールの素材には、セプトン樹脂と呼ばれる素材が採用されていて、セプトン樹脂は、耐久性と軽量性と反発性に優れた素材っていう触れ込みですね。ソール前足部は割と屈曲性がいい感じで、ソールチューブの剛性はしっかりしていますね。なんでソールの反り返りも少ないです。結構安定感のあるアウトソールですね。まあ、ソール自体は初代フリーリーと一緒の HG ソールです。あとは、丸型スタッドですね。で、各スタッドの間にこのブリッジが設けられていて、ここですね。スタッド間を連結することによってスタッドの耐久性を高めています。重量は、片足 26.5 センチで 230 グラム程度ですね。軽量の部類に入ります、サッカースパイクの中では。
というわけで、アンダーアーマーのフリーリー 2KJHG を紹介してみました。